東京ディズニーランドのガチャガチャお菓子のキーチェーン全4種。これ本当はキーチェーンっていうすげーシンプルなタイトルなんだけど、ここに書いてあるお菓子のパッケージ4種類がラインナップされてて、今回当たったのがミッキーワッフルクッキーの箱とトマトスナックの缶。やっぱ食べ物系めっちゃいいわ。これ結構メジャーなお土産だと思うんだけど、今回箱と中身がついてくるっていうね。この中のワッフルも一緒についてくるのがめっちゃいいよね。箱のプリントもしっかりしててさ、結構綺麗に細かく入ってんのよ。でこっちがね、まだ買ったことないんだけど、本物も結構でっかい缶なんだけど、こうやって見てもまあボリュームがある作りになっててね。で上にはこうミッキーがプリントされてるみたいな。で中身こんな感じね、蜂の巣みたいないやこれ結構でかいからね、なかなかその持って帰るのも勇気がいるんだけどでもこんな感じで綺麗にプリントされててね。でまた例によってカプセルはこんな感じで紐がついててオーナメントとして飾っておけるっていうね。だからクリスマスツリーとかにいいよね、これからの時期はね。で今回これをはみ出しまくってるけど、本物をね買ってきたからさ、ちょっとこれとね比べてみたい。まず箱の外見はもうほぼ一緒だよね。中身こんな感じでプレーンとココアと2種類あってね。プレーンをちょっと開けてみようか。うわーいいね、めっちゃ可愛い。お、結構色とかも近いんだな。もうほぼまんまだ。すごい。じゃあいただきまーす。あ、買ったっていうベタすぎるボケ。いや、本当に食べるわ。いただきます。あー、めっちゃ美味しい。